こんにちは。CRS 大阪店小倉です。今回、はい、新車の速納車両ですね。こちら入庫してきたんで紹介していきたいと思います。まずベース車両、はい、肉のガソリン車でグレードの方が、ダークプライム2になってます。はい。はい。でカラーの方は209ブラックマイカですね。最近ブラック、はい、最近ブラック、ね、結構。置いておりますので、前回も、ちょっと車高低い車で、ね、そうですね、あれも3インチのリーガルフェンダーの、はい、ENCD のお車の車両ですね、はいはい、今回は、ワンピースをベースに作った展示車になっておりますので、パーツの方、これから紹介していきますね、はい、まずこちらフロント周りからいきますと、まずこちら SX のバージョン4のリップスポイラーですね、うん、はい、こちらですね。今日はまあこう LED ヘッドライトがついてますね。標準で LED ヘッドライトついてて、セーフティーセンスも標準でついております。はい、これクリアランスソナーも。そうですね、クリアランスソナーもついてますよ。はい、感じですね。デジタルインナーミラーは今回はつけてないです。あ、つけてない。パノラミックビューモニターも今回なしです。おお、ちょっと珍しいオプションですね。そうですね。まあフロントはこんな感じですね。はい。で、次に足回り、一応こちら EC のブラックリムフランジポリッシュ、これ結構珍しくないですか、うん、けどやっぱこの黒ボディに対して、はい、まあこのカラーのホイールってやっぱかっこいいですよね。これ結構かっこいいですよ。これ僕個人的にも好きで、今回ちょっとブラックベースにブラックで作らせていただきました。ちなみにこれはローダンどれぐらいですか？ローダンは3インチ18インチのホイールですね。そうですね、18インチで、弊社構造変更も意識取っておりますので、車検はもうこのまま車高の方は通りますので、はい、はい、いややっぱいいですね、このシンプルな感じで、はい、シンプルな感じでちょっと威圧感があっていいですよね。そうなんです、ちょっと悪い感じでね、はい。で、リアですね。リアの方はもうシンプルに何もなしでやっています。はい、はい、純正のハイエースリアですね。これベース、そしたら CRS パッケージって思うんですけど、今回も展示車のオリジナルコンプリートで作っております。そしたら中が若干違う、はい、中が若干違いますね。そしたら中行きましょうか。はい、はい、では、室内の方で、はい、まずこちらが CRS のフラットベッドキットになっております、はい、これもね、今大体もうこっちの方がメインで出てますね。まあ、大体紹介する車もこれ多いですよね、今多いです、うん、でこれ一応通常のベッドキットより1万円プラスでできるんで、かなりお買い得ですね。今度は CRS パッケージから例えばこっちのベッドに変えてくれってなった際は1万円プラスでいけます。あ、そういうことですね、はい、大丈夫です、うん、でこれもいつもと同じベッドと一緒で高さ調整ついております。はい、ね、これができて、はい、5段階調整でしたっけ。そうですね、はい、っていう形ですね。ちょっと2列目いきましょうか。はい、こちらまあメーカーオプションパワースライドはついてます。そしたら両側が小窓がなし、はい、そうですね、これはかなり便利なんで、うん、で、いつもとこれちょっとシートカバー違うんですか。なんかこういう作りとか全然、あと生地もなんか結構硬いですね。生地結構硬いです。これしっかりしてるんですよ。これどこのメーカーさんのやつですか。ランボさんっていうシートカバーを今回作っていただきまして、はい、まあ2列目にはロゴは入ってないんですけど、前見ていただいたんですかね。あ、入ってますね、はい、入ってます。こちらと運転席としてですね、なんかスポーティー感のあるシートカバーですね。そうなんですよ。あとまあちょっと一回ちょっと座ってみてもらっていいですかね。ちょっと僕乗りますねいつもとなんかちょっと違うくないですか。あ、やっぱでも硬さがあって、うん、しかもなんか若干ホールドされる、そうなんですよ、感じですね。そうなんですよ。いいですね。はい、いつもと違う感じで。そうです。荷室的にはもうあとはフリーで選んでいただくように、なっておりますので、ナビゲーションでいいですし、ナビパックっていうのを入れてもらってもいいですし、単体で入れていただいても大丈夫です。はい、そしたら今回のこちらの新車は、
まあ、はい、あの中をご自由にある程度触れる状態で、そうですね、アレンジしていただくように作ってます。プラスあのこの価格でちょっとこのランボさんのシートカバー少しあのお値段プラスかかってしまうんですけど、もうこれ差額なしで作っておりますので、はい、かなりお買い得車両になっております。じゃあそのお買い得車両の金額を教えてもらっていいですか。はい、金額の方は、はい、これ車両本体じゃなくて車両合計金額が、合計ということは諸費用とか諸費用込みです。で、はい、大阪府以外の方は区外登録費用っていうのが別途ちょっと数万円かかってしまいますので、そちらの方はまあ遠方の方お問い合わせいただければ、あのお見積もり書を作成させていただきますので、で、こちら諸費用込みの金額が354万円になります。354万。はい、はい、もうこれ全部配括サム料入って諸費用、そうです、まあ、全て合計のお支払い価格、そうですね、おお、はい、いやめっちゃいいっすね、はい、かなり希少な1台になっていますので、うん、一応あのCRS大阪店もお盆休み、お休みなし、まあ、水曜日以外は営業しておりますので、あのお盆休みのといいますか、お盆休みにあの気になる方は遠方からお越しでもいいですし、大阪の方でもご来店お待ちしておりますので、そうです、まあはい、あとはね、今ちょっとまだコロナの方もそうですね、ちょっとご予約制になっておりますので、またご来店いただく際はご予約の方だけよろしくお願いいたします。そうですね、はい、今回新車の紹介ということで、はい、新車の紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。